明日は黒猫チャンネル。さあ始まりました。どこなんだよここは。カセティに来ておる大好評につき、本当だな。第2弾ということで、河原でワンデーモアどこまで聞こえるか。大人気じゃないのよ。別にそこまで求められてないと思うのよ。いやでもあの時は環境が悪かったんですよ。確かにあの川がうるさかったし、はい、何より雨が降ってたじゃん、はい、そうですね。で結局150mまでしか聞こえなかったわけですよね、はい、これ川周回ですもんね。そうです。真の実力がここで分かるわけだから。明日はもうすでにいいね。いや今日はもう 300m 倍行こう。レッツゴー。だからさ、10メートル大きに広がりたいのよ。なんで7メートル50っていうこの設定。いや、本当に売ってないんですよ、10メートルが。ほんとか。じゃあやっていこう、しょうがないから。はい、じゃあ7メートル50センチお願いします。はい。明日は聞こえます。そりゃそうだろ、やる必要がないのよここで。いや、でもやっぱここで見てる人も、あ、今日調子いいな。なるほど、チェックしてくれる。チェックしてくれてますから。でもここから7メートル50だとダメなんで、はい、30メートルいきます。一気にあのモンスターボックスでケイン小杉と池谷がしばらく序盤をパスするみたいな感じです。余裕を。余裕のパスです。パスで。こういう感じ。30メートル。30メートルお願いします。明日は聞こえます。次60いきます。60メートルお願いします。明日は聞こえます。90メートルいきます。次今90メートルなんですけど、ちょっと見てよ。いやもう行っちゃうでしょこれ。甘く見てもらっちゃ困るよ。90メートルお願いします。聞こえます。さすがですね、本当にガンガン広がりましょう。次120メートルです。先ほどの90聞いた限りだとまだまだいけそうな気は。120までの道のりが余裕。120メートルお願いします。聞こえます。手元の OK を出すポーズを見るに余裕そうなんで、もうちゃちゃっと150メートルクリアしたやつ。150メートルですね、前回のあの限界。もう私のやっぱ、まあ、川の影響があったとはいえ、成長を感じずにはいられませんね。150メートルに立ってる時のこの心持ちがもう全然余裕ですから、行ってみましょう。150メートルお願いします。150m 余裕で聞こえましたね。こんだけフラットな環境の中での西川大輝さんの声量、これも 150m 収まりきらないポテンシャル、素晴らしいですね。やっぱり余裕すぎたんで 180m 行っちゃっても全然いいんですけど、一応前回ね 175m で失敗してますから、175m 一応行っときましょうか。一応行ってきましょうか。華麗にここを飛び越えていく様をぜひご覧ください。175お願いします。聞こえます。いやもう華麗に飛び越えすぎて何の実感もないですね。僕の目標は 300m なんで。いやでも175行きましたからね。もう完全に前回の壁はもうぶち破って、また新しい領域これ入ってったんですよ。今回出る大記録、もしかしたらその目撃者になるのかもしれません。ここはどこなんだ。まあちゃちゃっとね、200m 決めちゃいますから。よし行こうか。200m お願いします。
電話しましょう。もしもし。もしもし。今さ、もう根本が丸か×かがわからないんだけど。いや、もうね、×。×!自分でも今信じられない感じになってる。信じられないよね。声の神隠しみたいな感じじゃないの。だから声の神隠しでしょ。おかしいよね、いきなり。いや、急に消えました。あ、本当だ、神隠し。じゃあ次しよう、もう一個お願いします。すいません。やりましょう、200m リベンジ。200m お願いします。聞こえます。250いきますよ。攻めていくっていうのがやっぱ西川スタイルだから。来ましたね、前人未到の地、250m。なんかいける気がするんですよ今日。ほんとニュートラルな環境なんで、これズバッと決めて、もう次 300m まで行っちゃおうかなと思ってますんで、見ててください。 250m お願いします。やっぱここで攻めの姿勢を崩さないでいくってなると 300m だよね。ここでひよって275とか見たくないでしょ誰も。俺だったら動画を止めるね。300行けよってなるよ。うん、いいよ。根本がどうしても275っていうあれだったらいいよ、それに従うけど。いいのかそんな気持ちで。攻めの姿勢だよもう今。こっちはもう全集中、風の呼吸でやってるから。300m 聞いていただければと思います。はい、お願いします。全集中、風の呼吸。風を読むのだ。どう？全然何も。300の壁は厚かったか。泣きの1回。もうこれでダメだったら記録250達成すれば前人未到の 300m。 ラストチャンス、いきます。お願いします。もしもし。聞こえてないです。いやー、限界でしたね、250がね。でもね、もう本望ですよ。もうだって本当に根元全く見えないから、これ届いたら奇跡だなっていうぐらいだから。最後のロングトーンに全ての思いを乗せたので、今回のレースをもって引退ということで、生涯記録 250m ということで本望です。というわけで次回、小野田龍之介河原に呼んでみた、これでいきます。もう稽古場で声出した時に
食いすぎて心臓が止まりそうなんだ。物田に 300m の思いは託すということで、ではさよなら。だからもしかしたら聞こえたよっていう方もいるかもしれない。